オッケーオッケー。ちょっと、オッケー、行きます。はい、行きましょう。本編戻ってきました。魔法の王国ジール。はい。これ、魔法の王国って何なのか、まあ今後わかるんですが、どこ行けばいいんだったっけ、これ。大丈夫？画質落としたけど大丈夫そうっすね。問題なさそう。こっちもなんかこの、なんかあるけど、ちょっとごめんなさいね。ちょっといろいろ探索。まあ、特にないって感じだな。ちょっと待って、エイラ変えるわ。エイラ技全部覚えちゃってるんで、エイラ変える。回る。あれ、回るって全部覚えてたっけ？覚えてる。覚えてるから、ロボは？ああ、ロボ全部覚えてないから、ロボ使っていきます。あんま使いたくないけどね、こいつ。あんま使いたくないけど、まあ、しょうがないっすよね。ちょっといろいろ探索したいけども、こっちとか、この山とかは特に登れる感じじゃなさそう。しもうなんもない。もうこんな吹雪の中ね、エイラちょっとね、ビキニ一丁でいさせるわけにいかないから、血の民の洞窟。はい。ここは登れないっすね。じゃあこっち行くか。おそらくまあ行くところはもうここしかないから。はい。さあ、魔法の王国って何なんでしょうね。もう、なんかジブリ的な音楽の、うわー、すごいこれ。わあ、私は絶対無理っすね、こういう場所。こういうとこだったら、うわーってもうちびってしまうぐらい。ちびってしまいます。間違いなくちびる。こういうとこに立って下見ると。はい、無理です。エンハーサ。いや、この音楽がね、ほんといい。ジブリチックな音楽が。ここは永遠なる魔法王国ジール。すべての望みの叶う場所。おお。だけどその代償がどのくらい高くつくか知らないけれどね。等価交換。鋼の錬金術師じゃないけど。ようこそエンハーサに。エンハーサは魔法国ジールの夢見る街です。なるほど。眠りの喜びの中で真理を探している。おや、しかしあなた方は？ちょっと違うよね。そりゃそうだ。あら、不思議な旅の方たち。これも夢の続きなのかしら。ようこそジールへ。意外とこう受け入れてくれてる感じだよね。我が、魔法王国ジールを導くのは女王ジール様。ああ、そのまんま。そのまんまです、これ。この世に二人といない美しく偉大なお方。なるほどな。すべて女王様のおかげ。あんまりちょっとそういうの好きじゃないっすね。この国、この王国の魔の力を高め発展させた。なるほど。なるほど、なるほど。魔法、魔の力、魔法の力だよね。地の最果ての、なんだったっけ、魔法を教えてくれたモンスターみたいなやつが言ってたけど、昔ほんと魔法で栄えた時代があったって言ったっけ？国があったって言ったかな？それがおそらくここなんでしょう。あなたの目に見えてる世界と私の目に見えてる世界とは全く違うものなのかもね。いやー、深い。これは深いぞ。いい？宇宙は生命の数だけ存在するわ。見えるもの、触れるものだけは本当と思っちゃダメよ。その通り。その通り。そうなんですよ。僕もそう思ってます。運命というものは存在すると思いますが、この世の全てはあらかじめ決められているのだと。お前の知ったことじゃない。
絶対そんなことはない。そうですよね、やっぱり私たちの道は私たち自身が切り開いていくのですよね。いいですか、そのための扉が一つここにあるかもしれませんよ。そうそう、時の最果てだったっけ、あの魔法を教えてくれるあのモンスターみたいなやつ。夢の中にこそ真実ある。うん、なるほどね。そう、目に見えるものだけが全てじゃないと僕も思いますよ。うん、理屈云々じゃないことってあるじゃないですか。西の大陸の外れにあるのが魔術都市カジャール。ほう、魔術の研究を行っている。あ、そうそう、スペッキよね。うん、なるほど。黒調合でいいのこれ。これ鳥だよな、カラスじゃねえよな。黒調合でいいのかな、カジャールで。あ、なるほどね。ちょっと重いな、やっぱり相変わらず。うん、天命翡翠の星の力により生み出された武器棒がかつて女王の命令で。ああ、なるほどね。北の大陸見えるのがその入り口だが近づけられないと。ごめんなさい、話戻しますけど、理系の人、うん、理系の人すべてじゃないけど、結構理系の、例えば研究者、大学の先生とか、本当なんていうのかな、データとか研究結果とかそういうのばっか信じない人多いっすよね。大学のその理系の教授とかって、先生って、その目に、基本的にリアリストっていうか、目に見えるもの、データとかそういうものしか信じないっていう、なんかだから頭固えなって思ったりすることもありますね。うん、まあそうでなきゃやってられないんでしょうね、大学の先生って、教授とか研究者。うん、ドリーン、閉ざされた道を求めなさい。なるほどね。知識の扉を開けろ。うん、強力な術で封印されている。あの封印を解くことはできない。なるほどな。あら、道具屋か。あ、道具屋だ。まあポーション99買っとくか。大人買い、大人買いしましょうか。あ、 OK。 シェルターつかんねえかな。エーテルも買っとくか。あ、お金なくなった。はい、お金もすぐ無駄遣いするから、ほんと。はい、どうしたのかな君、お姉さんに何かご用かしら。私たちに何かご用でしょうか。言っちゃった。黒い風が鳴いている。むむむむ、あなたたちのうち誰か一人死ぬよ、もうすぐ。え、本当ですか。予想確率は、ちょっと君どういうこと。言っちゃった。うん、あの少年なぜあんなこと。うん、まあ目に見える見えないものを見えるようにする、まあそうなんですけど、やっぱどっち、まあ僕もね、昔大学行ってたんであれなんですけど、やっぱり何かしらこうなんかデータとか、やっぱりそのソース的なものをやっぱ常に要求してきますし、なんていうかそれを求めてますよね。うん、まあそれも表裏一体、裏と表って、いやそれまでなんでしょうけども、立ちの悪い冗談よ、非科学的だわ。うん、だからこのルッカもそうなんでしょうね。今のこのコメントもそうだけど、やっぱり目に見えるものしか基本信じないみたいな、非科学的なものは信じないみたいな。ここは回復の泉、さあ旅人よ、心の傷を癒し命の渇きを潤。ああ、はい、オッケーオッケー。北の宮は北の宮でいいのかな、
中は一体どうなっているのかな。あの封印を解く鍵も宮殿にはあるのだろうけれど、女王様のご命令じゃな。あの、セイントセイヤの何級何級みたいな。このジールの中心。西の大陸にいた時から常に世界を見守っていてくださる。神様みたいな存在だよね、もう。うん。はい。まあ、大体わかりました。なんていうか、まあ、この国の成り立ちみたいなのを説明してくれてる感じですね、ここは。うん。そうそうそう、証拠がないとね、まあ、そう。仕方ないとは思う。仕方ないとは思うけど、でもやったらその証拠となるものを出せみたいな、根拠となるものをこう出せって、そればっかり言う人もいるじゃないですか。根拠中じゃないけども、私は、そういう根拠とかデータとか理屈だけじゃ、こう語りきれないものって絶対この世にあると思ってるんで、例えば霊感がある人とかってたまにいるじゃないですか。まあ僕は全然ないんですけど、それって証明するのって、ほぼほぼ無理じゃないですか。だけど、まあ、100% 信じれるかって言ったら僕は信じれない、信じることはできないけども、でも、何かしらこう、信じたいっていう気持ちはありますね。うん。し、目に見えるものだけは全てじゃないと思ってるんで、本当に。そういう私はどっちかというとリアリストじゃなくてロマンチストなのかね。どうなのかね。まあ、それもそうなんだけど、ごめんなさい。ディスるわけじゃないんですけどね。ディスるわけじゃないんですけど、やっぱりね、その、リアリスト、その、目に見えるものしか信じないとか、その、例えばデータとか根拠とかしか信じない人って、やっぱりね、僕的には、私的には、あんまり人として魅力を感じないっていうか、なんかつまらんなって思いますね。なんかね、お前話すとそれしかねえのかよって、証拠出せとか、データはとか、ソースはとか、それしかねえのかよ、みたいな。なんか考えることをやめてるみたいな感じがします。なんか面白くない話でも、話しててもね。王国ジールにさらなる光をもたらす女王の計画のため、様々な研究を行っている。魔法研究所みたいな感じなんでしょうね。あなた方の力、私たち光の民のものとは少し感じが違うようで、まあ、長い年月を過ごしてるからじゃない？こっちも魔法オリジナルの世界だよね、このジールの方たちが使ってる魔法って。不思議な優しさを感じますわ。はい。なんでも原始時代にあったという虹色の貝殻と太陽石を合わせれば素晴らしい武器アイテムが、なるほどね。でも今じゃそんな技術を持つのは、命の賢者様。命のどっちかわかんないけど。星の力は捨て去るようにってジール女王のご命令もある。花はこんなにも美しく満ち足りているというのに、花になりたいと。いいっすね。僕も花好きっすよ、割と。はい。南の小大陸。小大陸っていう言葉が、どうなの？存在するの？そもそも。見えるのがかつての太陽神殿。はい。星の力を秘めた太陽石を祀っている。新しいエネルギーが利用されるようになってから完全に、なるほど。今までは太陽エネルギーを使ってたのかな？もう古い星のエネルギーなんかいらないんだっつ。だからこれ、魔法が発展して、まあ、だから、現代とまた違う形の発展の仕方ですよね。現代、こいつらがいた現代って割とこの、ルッカもそうだけど、科学が発展した世界。おー、なんだこれ。すげえ、なにこれ。起きないね。あ、起きた。
当にいいもの売ってない。プラチナ製防具ある。でも女王様に許しないと売れない。へえ、そうなのかい。いやもうここいるだけこのね楽しいわ。 このお話聞くだけで珍しくね。最近ジャキ様、ジャギ俺の名を言ってみろ。なんだか落ち着きなくあちこちで歩いているようだ。はい、さっきの少年ですね。話し相手と言ったら姉のサラ様といつも連れて歩いている、ね、あの猫くらいのもの。一体ジャキ様は何を見て何を聞いていらっしゃるのか。浮いてる存在だね。ジール女王には二人の子がおられる。サラ様とジャキ様。サラ様は素晴らしいお子であられるぞ。人並み外れたすごい魔力を持っている。あれだけの力があれば人生もバラ色。いやーまたよからぬこと、よこしまな気持ちでいるんじゃないか。よからぬこと考えてるな。我の力どこから来たのであろうか。ああ、だからそういうの考えるの大事よ。なぜ術の力を持つ者と持たない者とが存在するのか。あら、変わった気をまとっておられますね。ドラゴンボールかいこれ。やはり術使われるのですか。けど私たちのものと比べると随分と原始的な術のようですね。いやー、もっともっと発達してる。逆か。もっともっと発達してるんだね。こいつらが使ってる。こいつらってクロンたちが使ってる術よりも。まあそうなんだろうな。地の民と呼ばれる魔力を持たぬ者たちは雲の下で昔ながら暮らしをしている。所詮彼らは私たちのような特別な力を持った人間ではありません。魔法を持ってる人たちと持ってない人たちがいるってことだ。中央の海の底に見えるのが女王様の偉大さの証。海底神殿。海底神殿はあらゆる生命を導く輝きの源。はあ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 。多くの地の民たちが海の底で神殿建設に当たっている。あのような者たちも役に立つ。ああ、もう奴隷みたいな感じだねこれね。海底神殿はまだ建設中。計画に少し遅れが出ている。ちょっと納期に間に合わないってか。青い海の底の永遠なる神殿、完成したらさぞ美しく立派なものになることでしょう。知らんけどね。巨大な鳥こそ理の賢者。理の賢者でいいよねこれ。ガッシュ様が設計された黒鳥号。自由に空を舞う様はまるで生きているかのようです。ガッシュ様はやはりすごい。なんかあの賢者さんってのがいるみたい。女王様の他にその賢者さんって方がいらっしゃると。このジールには、あ、そうだよね、明治理、はい、って読みます。命時断りじゃねえよな。まあどっちもいいや。三賢者様がいらっしゃいます。なるほどね。術や知恵で彼に絡むものはいない。なるほど。天命翡翠の星の力よりもはるかに強力な私エネルギーの利用によりさ、はい、これはなんかさっき聞いたような気がするな。宮殿に不思議な預言者が現れた。詳しいことは知りませんが、すごい魔力の持ち主だそうです。はい、こいつは、こいつ話しかけてもちょっとびくともしないな。術の力を高める魔法のカプセルを研究してる。最近よく大切なカプセルが消え失せてしまう。きっといたずら好きのヌー名が隠し回っとるに違いない。また困ったもんじゃ。ヌーとは何ぞや。噂ですが、サラ様の魔力は母親である女王の力さえはるかにしのぐ。それに引き合う弟のジャキ様は王家の血筋とあるという、全く魔力を持たない。おぉ。あ、命断り時か。なるほど。そっちが正しいのか。おっと、そのカプセルは未完成のサンプル。はい。1は。賢者様から教わったのですが、太陽的な太陽の無限の力を蓄えることができた。力を使い果たすと輝きを失って暗黒石に変わる。はい。OK。知っておるかい、旅の人。知らんよ。暗黒石を日の当たる場所に寝かせておけば、失われた輝きを取り戻すことができる。ただしそのためには気の遠くなるような長い時間が必要でな。あの輝きを目にすることはもう二度とあるまい。はい、もう大体もうこの時点で予測つくけどね、今後のイベントが。
そういうことがあるんでしょうよっていうことだよね。はい、面白い、本当に面白い。もう何時間でもここに入れるわ。さあ、じゃあ次行こうか。ちょっと待ってね。これこっちでいいのかな。ほい、これでまた下界に行くの？あ、違うな。下界には行かないんだ。はい。よし。さあ、来ました。ジール宮殿。ここがだからこの世界の真ん中？中心。あ、ほらほら、同じこと言ってる。宇宙の中心ということです、バカめ。お前ってか、本当にちっぽけな、しょうもないこと言って、宇宙が広いんだぞ。はい、サーラ様とジャキさんは本当に仲の良い兄弟と見ましょうか。ジャキ様がサーラ様以外の人にも心を開いてくだされば、開かないんだね。あら、あなたの持っているそのペンダント、サーラ様のものとよく似ていますわね。サラ様のペンダントのような神秘的な輝きはありません。似てる、同じようなペンダントを持ってると。回転神殿の入り口は女王の間にあるらしいよ。でもまだ神殿は未完成なんだけどね。はい。大いなるエネルギーの源は海底深くで眠っておる。この確かな位置が判明したため、今回の海底神殿建設の結果が実行に移されて、ちょっと長えなおい。旅の預言者は本物、はい、何でもピタリ当てちまう。まるでこれから起こることをすでに知っているかのようじゃ。君が悪いわい。めめめめ、ずいぶん変わった格好をなさっている。ヨホロ島からいらしたの。はい、みんな優しいね。緑はお好きですか？多分、ああ、もう好きっす。はい。私も大好きなのです。はい。命の賢者様からいただいた若木を女王様燃やしてしまえ。とんでもねえな。緑は守る力を持った不思議な若木だと賢者様はおっしゃった。もうここで、だいたいわかりますよね。賢者様と女王様、ジールがね、いまいちこう、噛み合ってないっていう感じ。どこかにこっそり植えましょう。はい。女王様のご命令でも賢者様からいただいたものを燃やしてしまうなど。わかりました。この若木はどこかに大切に植えておきましょう。いつか緑を守る人のために役に立ってくれるかもしれませんもの。そうですね。まあ、僕の住んでる地域もね、ほんと自然がいっぱいで、すごくね、好きっすよ、緑は。ちょっと背中、はい、こちょこちょ。わーやったー。はい。え？こちょこちょポイント。はい。なんかあるのそれ。はい。どうぞ。これで？なんもないんかい？魔神器。魔神器と読ませていただきましょうか、ここでは。魔神器や海底神殿について知りたいならば、ちょっと、三賢者様か女王様にお聞きするのが一番。なるほど、ここだけの話。今の女王様では、そうか、どんな答えが返ってくることか。もう話にもならねえってことなんだな。知ってるかい、旅の人。なるほど。エンハーセ、カジュアルには、断りの賢者ガッシュ様の秘密の部屋が、そうなの？ちょっと探しに行ってもいいがい？あの男は少し前にふらりと宮殿に現れ、確かな予言で女王の心を得たのだ。なるほどね。光の民ではないし、無論地の民でもない。って感じだよね。ちょっとこれ気になるな。秘密の部屋がある。いや、もう戻るのめんどくせえしな、これ。はい。以前は女王の名義でダルトン様が海底神殿の計画を仕切っていたのだが、今では旅の預言者が計画を進めている。
はい、ダルトンさんは近くにはほにゃららららってな。オッケー、わかった。我が地色が永遠の光に包まれる。うわ、もう完全宗教っぽい感じの雰囲気になっちゃったよね、これ。終わることのない安らぎだけは待っているのだ。永遠なんてねえんだよ。女王様はきっと人に言えぬ苦しみ悲しみにお一人耐えてこられたのではないでしょうか。なるほど。大きなものを得るときは失うもの、また大きいもの、そのおかげで今日の今日って呼んだ方がいいのかな。今日のジールがあるわけですけれども、はい。なるほどね。お休みの前続く。ちょっと待って、まだ話してない人たちもいるからね。どうやって行くんだ。こうか。こっち話しかけたっけか。話しかけたね。話しかけてこう来たのか。あれ違うな。ここ話しかけてないな。国庁小屋海底神殿の設計をなされた断りの賢者ガッシュ様も行方がわからない。行方不明。王国ジールを導いてきた賢者様たちが、ちょっと消されてる、これ完全に。時の賢者ハッシュ様はどこかの小島でひっそりと時間の研究をつけている。時の卵を作られるとか。なるほどね。しかしもう何年もその姿を見た者はいない。やばいんじゃないこれ。お、開けてくれる。あの預言者の木は憎しみと悲しみに満ちている。あのままではいずれ自ら滅ぼしてしまうことでしょう。自分の愛するものさえ道連れにして。ちょっとごめんなさい、ちょっと長くなって申し訳ないんだけど、もうちょっといきますよ。この先は魔人気の魔じゃ。すごい気のみなぎりじゃな。さすがラボスエネルギー。あなた方も、はい、見たい。やっぱり偉大なるラボス様のパワーの胸にビンビン来ますよね。ああ、うるうる。なるほど。これか。ジールの力の源、ラボス様の無限エネルギーを引き出し増幅する魔人気。魔人鏡を海底神殿に移せばラボス様からより強大なエネルギー。あー、なるほど。ラボスエネルギーが欲しいわけだよね、ジールは。要するに我ら光のための最後の望み。不老不死も夢ではない。大偉大なる偉大なる女王よ、我がジール。あー、そういうことですよね。魔人鏡が完成してから女王は別人のように冷たくなられてしまった。ああ、ここだけの話ですが、女王に逆らえばちの民だけでなく光の民も情け容赦なく消されてしまうという噂が、もう噂になっちゃってるもんね。三賢者の一人、命の賢者様は女王の計画に反対なさってから姿が見られなくなってしまった。まさかとは思うが、はい。魔人気をコントロールするには引き出すエネルギーを制御できるだけの強い魔力が必要。三賢者様以外で魔人気を扱えるのは今ではもうサラ様だけ。だからサラ頼みってことだよな。王権に伝わる赤き石よりこの魔人気を生み出された。計画のリーダーの、命の賢者様はラボス様についていろいろと研究されておりました。それでで終わるんじゃねえよ、もう。なんでいいかげでやめるんだよ、もう。ボタンを押しても特に何も。ない。ちょっと待ってね、なんか、ぴょんぴょん跳ねてるやついるけど。はい。夢より生まれ、夢に変えていく、そんな生命もありますわ。時には人の祈りや望みがラボス様の力を借りて。なるほどな。はい。どうしてるかな、命の賢者のじいさん。やってらんないよな、まったく人間ってのは。おっと、グラン兄ちゃん。僕、風になりたいな。ああ、なれるさ、いつかきっとな。ドリン姉ちゃん、またエンハーサに遊びに行っちゃった。ドリンってのもいたね、さっき。姉ちゃんは夢が好きだからな。僕は風の方が好きだな。ビビン・グラント・リオンかい、これ。ちょっと、通してくんねえな。こっちから行かなきゃダメなのか？グラント・リオンがなぜこの時代に？
いるのか、この時代にいるのが本家なのかっていう感じになるよね。女王の前続く。良いかな、大地は生きておる。長い時間をかけてゆっくり動き、平地は山に、山は海に、今は誰も近づけぬ。はい。封印球や太陽神殿さ、何千何万もの年を経れば、たら、これ、間接的に時代飛べば行けるようになるよって言ってるんだよな、これ。行こうか。女王が海底神殿に降りられるとかで、その間、ここは誰一人通ることはできませんよ。はい。この封印の扉、外からは開きません。サラ様のペンダントのような術を破る強力な鍵でもない限り。はい。これはいけないと。よく見かけた扉ですけどね、これね。で、どうすりゃいいんだ、これで。これで、こっちは、こっち行ってないか。お、姉上。あら、お帰りなさい。どうかしたの、邪気。黒い風が感じるのね、不吉な気を。大丈夫よ、心配いらないわ。さあ、これを持っていな、いなさい。これ、お守りを。もしもの時、邪気を守ってくれるよう、私の祈りが込められているわ。いつでも私がそばにいてあげられたらいいのだけれど、でも、母様、計画があんなやつ、母様じゃない。やっぱもう完全にこれ、嫌われちゃってるよね。やっぱこう、いまいち噛み合ってないんでしょうね。周りの人たちと女王様は。はい、女王様のご指名です。指名料は、しっかりいただきましたと。はい。サラさんがテーブルに着きます。あら、あなたたちは？サラ様、お急ぎください。遅れると指名のお客様からクレームが。ごめんなさい。よう、少年。向こう行きなよ。うーわ、これまた。これまた。おい。サラ様のペンダントは魔人鬼と同じ赤き石から作られた。サラ様がペンダントを手にして魔人鬼に祈ると不思議な輝きを放つそうですよ。なるほど。そのペンダントって、このペンダントなんじゃないの？っていうね、勘のいい人だったらすぐわかるとは思うけど。あ、いた。おい。開く？開いたよ。開いちゃったよ。で、まだすぐ閉じるなよ、もう。はい。サラ様が魔人鬼に乗るとペンダントが不思議な輝きを放つと聞きましたが。はい。で、攻略サイトを見ると、ここで、ラボスを倒せばいいってなんか書いてますね。初めてジロを訪れた時、お休みの間でサラとジャケのイベント発生後、今のやりとりですよね。サラを追いかけて女王の前、サラが入っていくのを見たところで引き返しラボスを倒しに行く。だから、このタイミングでラボスを倒しに行かなきゃダメみたい。なんかこの奥の部屋にはね、まあちょっとネタバレ的な感じになっちゃうんだけど、すぐ入れるようになるんですよ。入れるようになるんだけど、ここ入らないで戻ってラボスを倒しに行くと、また新たなエンディングが見れるらしいので、戻ります。はい、歩いて戻ります。このエンディングがね、なんか一番あれらしい。難しいらしいです。難しいというか、見つけにくい。
攻略サイトなしではなかなか見つけにくいエンディングらしいです。なんかね、あと一つどうしてもエンディング見つからないんですよっていう人は結構ここ逃してる人が多いらしいですよ。どこだったっけ、なんか賢者様の、あ、え、間違った、賢者様の隠し部屋がなんかあるって言ってたから、ちょっと探しに行こうか。そうそうそう、このタイミングね、このどう考えたってやっぱりこのタイミング行きたくなるじゃないですか。うん、ジールのところまで行きたくなるじゃないですか。でやっぱそこで一つイベントこなしてラーボスと戦いに行くのかなとかやっぱ思っちゃうんですけど実は違って、この扉が入るまでの間に行かなきゃいけないっていうね、めんどくさいあれなんですけど、隠し部屋ってどこにあるんだろう、ちょっとよくわからんですね。まあ別にそんなこだわらなくてでもって感じなんだけど、隠し部屋は、まあいいか、さっさとラボス倒してエンディング見に行こうか。そうしようか。尺の問題もありますからね。なんせ初めの30分潰しちゃってるから、まあここだけの話ですけど。はい、戻ってきました。あ、またか、もう一個飛ばなきゃダメか。ここですね。よっと、だからここになんか隠し部屋がある、ちょっともう一回探しては見るけども、そんなこだわらなくても、これ何なんだろうね。まあよくわからんけどいいか、これで。あんまりこの本がなんかあんのかな。なんかいろんな属性の本があるみたいだけど、ちょっとよくわかんねえな。いいか、ラオス倒しに行くか。他になんか本とかない？いや、行こう。はい。よーし、戻ってきたぞ。いや、本当はね、今日、ライブね、初めつまずかなかったら、なんていうか、ジールはもう終われるかなと思ったんだけど、そうでもなかったみたいっすね。結構ここやっぱ物語の核心、このクロノトリガーの核心に迫る部分に結構ね、触れてるんで、なかなかちょっとね、一人一人読み上げていくとかなり時間かかっちゃう。さあ行こう。メンバーはまた同じメンバーで行きましょうか。どこだっけ、ここだっけ、いつも分かんなくなっちゃうよね。はい、またラボス戦なります。もうちょっとお付き合いいただきたいなと思ってますけども、はい、戻ってきたよ。ちょっと待って、
装備確認。ゴールドピアス、ちょっと魔法をあげたい。光のローブ、ここもね、ちょっと魔法上がるのないか。月光の鎧、月光の鎧装備させるか。ダークメイル、でもこれだと物理がもう、物理防具がね、もうね、ダウンしちゃうんだよな。クロノはこのまま行くか。よし、行こう。さあ。